もしもし。はい。はい、テレフォン人生相談です。はい、よろしくお願いいたします。はい、最初に年齢を教えてください。はい、私58歳です。夫は62歳です。62歳。お子さんは？はい、2人おりまして、長女が30ですが結婚しています。はい。下は、27歳ですが、はい、はい、勤めていまして、仕事の都合で来月から一人暮らしになりますので、はい、これからは夫婦二人にの生活ということになります。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？はい。結婚して33年ぐらいになりますけど、はい、1年半ぐらい前に、はい、夫が退職をしまして、はい、退職金が出たんですが、はい、その時、少ないなというふうには感じていて、まあ、預金してくれと言われました。はい。で、その後、後から書類とか出てきたら、はい。預かった金額の倍はいただいていて、はい。夫は私に内緒で、はい。退職金で全ての借金を返したようです。で、その借金はあなたは知ってたわけですか？それとも知らなかったんですか？知りませんでした。あ、知らなかった。はい。はい、で、問い詰めたら、それを認めました。はい。で、そうしましたら、その後、自宅に来るすべてのお金とか給与明細の書類を家に来ないようにして、私に見せないようにしています。はい、携帯も、それでそう、はい。はい。はい、もう一つ持っているのは知っています。あ、携帯を。はい。はい、はい。で、一度、問い詰めて、もうしないということで約束したんですけれども、はい、また数ヶ月にわたってローンが数百万を増やしていることを私がちょっと偶然知りまして、夫はそのことを今まで真面目に自分が働いてきて、はい、家族に、生活費を渡しているのに、はい、自分は悪くないっていうのが主人の言い分なんです。はい。ただ、その30年近く、夫婦生活がなかったのも事実で、はい、来月から、まあ、2人の生活になるんですけれども、はい、信頼を一旦失うと、はい、それをどういうふうにしたらいいのか、はい、で離婚は、はい、現実的ではないということは承知しています。はい。と、下の娘がやはり結婚するまでは、経済を整えなければいけないという私の気持ちもありますので、はい。そうすると、これからどういうふうに、不利をするのか、信頼をしない人をどう取り戻すのか、うん、ということが私にわからないのと、できたら、2000万円を夫婦間贈与で無税になるというのを使って、うん、せめても今の土地と家を私の名義分を自分の名前にすることで何かその意味があるのか、自分はそれすると自分は納得するような気もちょっとするんですけれども、要するに今の土地建物についての名義はご主人の名義になってるわけですね。そうです。それをその名義を書き換えてほしいと。まあ、全部じゃなくて半々に名義を、はい、はい、今の無税になる量。はい。それは、この前に行った時にすごい抵抗したんですけど、はい。私は何か、主人が財産もありませんし、はい。このままローンばかりをこう重ねていくと、しかも私には内緒ですので、その借金はどうしてできた借金なんですか？はい、理由が分かりません。固く口をつむいで一切物を話しません。外に女性がいるとか、あるいはギャンブルが好きだったとか。それか、私を裏切ってはいないって言うんです。だから分かりません。でも一切固く口を閉ざして一切の説明をしませんし、何もなかったように毎日振る舞ってますし、今退職して仕事も別のところに就職していますけれども、うん、今毎日うちにいて顔を見合わせてるってんじゃないわけですね。はい、仕事は今まで通りしてるわけね。そうです。それも仕事で12時過ぎて帰ってきます。12時過ぎっていうのは、はい、深夜。はい。すごい遅いですね。
そうですね。今までずっと33年間、そういうの遅かったということですか？はい、遅いです。遅いのと、単身がその間3年間ありました。単身中は両親のそういった面倒と、その後、その単身中に亡くなってますので、で、すべてのことが終了して、退職して、ようやく、と思った矢先にバレたんですね、だから信頼がすべて失ったっていうのが私の気持ちです。まあ、あの夫婦生活が30年くらいはもう全くないって言ってましたよね、さっきのね。ですからそれに関してはたびたび言ってたんですけど、一切あの別にスルーですね。改善の余地も何にもないし、特にそれに対して言うこともないし、私たちがこれだけ支えて今があるのに自分が全部やったっていう、いろんな唖然とするようなことが出てきたらどうしましょうっていうことですね。そうです。はい、わかりました。今日はあのスタジオに幼児教育研究の小原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。こんにちは。こんにちは、お願いいたします。あのね、ご主人様がどんな人かなってのを今考えてみたんですね。はい。はい、まず言えることは、肝心なことは、かたくなに喋らない方。はい。それ、形はちゃんと作る。で、次にあるのは、非常にお金に執着している方だと思ったんですね。これがあなたが見た、あなたが感じたご主人様を私が感じたものです。はい。そして次にですね、はい。夫婦生活がなかった。貯金はご主人様、僕の名義でしろって言ったり。はい。で、両親は見てあげたけども、両親の見返りはない。はい。で、家の不動産を運は僕の名義。そうです。これが、夫と一緒に生活した時の大きな、あの、骨組みなんですね。はい。つまり、全部、夫の求めていたものを、あなたは応じていた結婚生活だったんですね。はい。そうですか、これは。夫の求めていたプラス夫の母が求めていた。で、そうしたあなたの妻という役割だったんですよね。はい。そこに共通させているものは、はい。お金と性ってのは、これ愛なんですよね。愛。え？愛。はい。わかります？わかりません。愛にすごく飢えてる人は、お金に執着するんですよね。お金が全てなんですね。お金で愛を買うんですね。で、性、あなたが夫に求めても、夫はその30年間、しっかり拒否してたわけですよ。はい。拒否されても、一緒にいたあなたは一体何でしょうかってことを、今考えるべきだと思うんですね。はい。あなたが。それは、子供がいたからと、やはり、実家の母を心配させないっていう、この2点です、うん。そうですよね。はい。で、今あなた、え、何言ってんの？こんなに我慢してるのに、それにあなたは気づかなかったのっていうふうに思うんですけども、はい、ここに男と女の違いと、はい、もう一つは、これは、一般的に言えるんですけども、自分をすごく愛する人っていうのは、はい、自分がやっていることが全部正しいんですよね。夫はね、多分、なんて不満かわからないと思いますよ。はい。夫は正しいと思う。でね、もう一度聞くんですけどね、本当に実家のご両、あなたの親に心配かけないのと、お嬢さんのためだけですか、今回、これ我慢したのは。どっかに好きだって気持ちはなかったですか。だから、夫が求めるものを、不満があっても聞き入れれば、いつかこの夫が私の愛を受け入れてくれるって思ったことはないですか。この夫婦生活がなかったということと、両親を見たってことは、あなたが無理して無理して無理して我慢して抑えたこと、あなたと一番抑えたことを言葉にしたような気がするんです。重さがあるような気がするんです。はい。はい、どうですか、それは。それが一番あります。ね。以前にも、例えば二人でどこか行ったりとか、二人の時間ってなると、妙に涙が出てくるんですね。うん。意味なく。うん。それは何なのかわかんないんですけど、結局何かを求めていたんだと思います。その涙は、なんと自分は、けなげで頑張ってきただろうという自分に向ける涙じゃないですか？ですね。はい、うん。ということは、世間が何と言おうと、あなたは好きだったっていう道ですか？それとも正しかったっていうことで言った方がいいですか？どちらですか？
ていうふうに言った方が愛情を求めていたのかもしれません。そうですよね。好きだったと分かったらもっと道は違うんじゃないでしょうか。というのはね、はい、この夫が両親を見てくれてもこういう行動をするってことは、両親がいたけれども、はい、彼は両親に対する愛ってなかったような気がするんですね。で、愛を知らなかった人っていうのは、こちらから見たらすごく理不尽なんですけども、はい、本人はわからないんですね。はい、だから非常にきついんですけども、その人をあなたが好きになったならば、はい、あなたがその、こんな冷たい人ってのも受け入れることしかないんですね。相手に愛を育てることは難しいですね、これ。そうですか。だって愛を知らないんですもん。あ、なるほど。はい。はい。本人は今やってることが精一杯の愛だと思ってるんです。それは、そう感じるときがあります。うん。はい。それで賢く生きるのはね、あなたが別れるか別れないかって言ってもう結論決まってますよね。はい、好きだったんだから。別れることはないですよね。はい。ということは、これからあなたが妻として賢く生きることだと私は思うんですよ。はい。で、賢くって何かってことですよね。はい。あなたがこれだけ30年間耐えてきたならば、はい。彼は別れる必要はないと思ってるんですよ。でも、はい、あなたが騒げば騒ぐほど、はい。彼は娘さんに対しても思いはないですから、僕がこんなにやってあげたのに、君がそんなに不満ならばって出ていく可能性あるんですよ。あ、わかります。そういう態度を取るのは。相手、あなたに責めるんです。君がそんなにうるさいならば、はい。じゃあ別れようじゃないかという、あなたの現地を取って別れるのがこの彼なんですよ。はね。そういうことも人間ってのは腹をくくって考えるってことなんです。はい。賢く生きるってことは、最悪の状態考えるってことですよね。はい。と、自分自身に帰っても言わない。というのは相手に求めないことです。こういう人ってのはね、はい、例えば、家の権利とかなんか言ってましたね。嫌だって言ってませんか？嫌だって言ってます。すっごい抵抗してます。そうでしょ？はい。そこまで抵抗する彼ってのは何を感じますか、あなた？びっくりしました、最初。そうですよね。はい。そして嫌だと言って、まだ入れるんです、彼は。怖くないんですよね、あなたが。はい。そしたらあなた、自分自身を考えることじゃないでしょうか。自由にお友達と旅行もなさるし、はい、帰ってその方が、はい、前に一歩出られません、はい、そうなると、はい、少し世界が広がってきますと、はい、生きる道も出てくるんですね。そうです。本当に見方を変えると、はい、あの悩みは何だったかとなるんですよ。そうです。それには自分の執着を捨てることだと思うんですね。はい、なるほど、はい。執着は、あなた、私にこうしてくださいを捨てることなんですね。ああ、はい。でも、その物体いますから。はい。全くなくなる辛さよりも、あればいいじゃないですか。はい、違います。好きだったら。はい。好きだったらよ、うん。憎しみがあったらもう、見るのも嫌ですからね。はい。そういう方に、今切り替えた方が、はい。道は広いかなと思うんですけど、先生、いかがでしょうか。そうですね。この夫、要するに真面目以外に生き方がわかんない人ですから。あ、すごい、そうですね。納得します、それは。はい。ということは、自分がない人ですから。だからもう割り切ってこれから先生きてください。はい、すごいよくわかりましたし納得がいきました。はい、それでは失礼します。はい。